皆さん、こんにちは。ゆっくりしていってね。ビッグ東海より1990年12月14日にファミコン用ソフトとして発売された近未来型アクションゲーム。悪玉帝国が人類に幸福を求めてきた。プレイヤーは魔女のドロピーを操作して囚われてしまった影丸を救い、敵司令官である極楽騎神帝を倒すのが目的となる。オープニングでものグラフィックがまるでアニメーションのように美しく、主人公のドロピーのキャラクターが可愛らしく描かれている。ストーリー。1999年、突如から降ってきた謎の物体から悪玉帝国と名乗るロボット軍団が現れ、各地に基地を建設し、今すぐ降伏しなければ地球に壊滅的なダメージを与えると全世界に宣戦布告してきた。そんな中、ロボット軍団の総帥である極楽騎神帝の秘密を握る少年影丸派自身が開発したマジカルテレポートを使い、魔界から一人の可愛い魔女を呼び出すことに成功した。魔界から呼び出された彼女の名がドロピーである。ドロピー、私を呼んだのはあなた？影丸派極楽騎神帝が影丸を捕らえ、ロボット軍団が攻撃を開始。影丸、ドロピー、ドロピー、影丸、影丸と世界を救うためドロピーが悪玉帝国の基地へと向かう。登場人物。ドロピー。主人公。影丸に召喚された。魔法使いは悪玉帝国により封じられたが、彼女は無事だったようで対抗できる唯一の存在。騎神帝とは因縁がある。影丸。悪玉帝国から最後の絵を持ち出す。それを用いてドロピーを呼び出す。裏技で時期として使用可能。極楽騎神帝。極楽騎神帝。悪玉帝国の元締め。各地に大基地を構え、ロボットの大群による無差別攻撃を展開。科学の力は一切通用せず、魔法で対抗するしかない。魔界を荒らし回っていたが、ドロピーによって人間界で封印され、機械だらけの体になったはずだが、封印の石の破壊を目論む。ゲーム内容。横スクロールアクションで体力制、最大10メモリ、トゲで即死、残機制、カボチャ代償で HP 回復、第6、53メモリ回復、人形で 1UP、ロックマンと酷似、基本操作は方向キー、で、移動、でしゃがみ、A ボタンでジャンプ、B ボタンでショットというオーソドックスなもの。選択した魔法によっては、ダメ打ちも可能。また、キーを押しながら B ボタンで、ショットを上にも発射でき、ダメ打ちも同様である。ラウンドは4つあり、それぞれステージ4まであるが、ステージ4は1画面のみで、ラウンドのボスと戦うことになる。ステージをクリアすると画面に、魔法陣が書かれるが、N3 をクリアした時は魔法陣の、後アラート、の文字とともに、画面が赤く点滅し、そのままステージ4が、始まる。ラウンド4をクリアした後はデモシーンの後、ボスラッシュのみで構成される最終ステージが始まる。魔法。概要。ドロピーは6種類の魔法を使い分けることができる。選択したものに応じて色も、変化アイテムの色まで変化。最初からすべて習得、コストは不要、ファイアは例外、スーパーショット、チャージして、放つ、以下チャージ、は、ボタンを約2秒間押す、画面下の、メーターが4段階種まり、5、と、表示、で初めて発射可能で、途中で放した場合は通常ショットを、含め何も出ない。魔法、長いのでまとめる。ノーマル、赤、基本装備でチャージも可能。真上にも打てる。ファイア、桃、他の魔法と異なり、選択すると即座に発動。火の鳥になって画面全体攻撃。壁の中の敵にも当たり威力も高いが、HP を削る、4メモリ、ので、使いどころを選ぶ。フリーズ、青、チャージショットで敵を凍らせる。火柱にも有効。ボール、緑、地形に当たると跳ね返るボール。主節には、レーザーボール、を斜め上45程度に、発射。物陰の敵も狙える。チャージは不可。シールド、大々、チャージショットで前方に、縦長の物体。主節には、レーザーの壁、を配置。敵の攻撃を防ぐ。ブルーム、紫、ほうきを出してからを飛ぶ。操作性が独特で、乗った後にショットを打った方向に進む仕様。言い換えればショットを打たなければ、一切動かないし、別の方向にショットを打つことで、何回でも方向転換が可能。ただし、停止はできず、した方向への移動もできない。この仕様を活用する場面がいくつか存在する。地形に当たるだけで簡単に解除されてしまうので注意。この状態でのショットはノーマル相当、チャージか、だが、ほうきに乗ったまま魔法を切り替えることもできる。乗っている時にジャンプすると、ほうきは高速で飛び去ってしまう。つまり、強制的に降りることになるため、乗っている間は、降りる時以外はジャンプ不可。その他、雪道。ラウンドには雪が積もった地形が存在し、その上を歩くと滑って慣性が発生する。しゃがむと完全に停止できるが、立ち上がると直前に持っていた慣性が、再び有効になり滑り出す。O2、酸素、ゲージ。ラウンド3のみの要素で、水中にいると徐々にゲージが減少していき、なくなると次は体力が減少する。息継ぎをすることでゲージは回復する。評価点。各種魔法の使い分けを前提としたゲーム性。例えばラウンド1からいきなりノーマルショットでは倒せない敵や、通常のジャンプなどで通過できそうにない地形が登場し、プレイヤーにボールやブルームなどの魔法の使い分けを促してくる。他にも厄介な動きをする敵が大量に登場するシーンも、一見かっこ撃破する必要があるように、見えてほうきに乗って全てをやり過ごすことも可能。そういう工夫が要求される場面がいくつも登場し、その度にそういう工夫をしたくなる道中のデザインは秀逸と言えよう。演出。ラウンドごとにでもシーンが用意されており評判が良い。特にドロピーは主人公なだけあって、泣いたり笑ったり怒ったりと、非常に多彩な表情を見せてくれる。瞬き光沢も当然実装。背景の雲も多重スクロールを意識している。ボス撃破後、次のラウンド開始時のアイキャッチではドロピーが、青空に白いドレス姿を披露してくれる。爽やかで印象的。質の高い BGM。BGM は豊富に存在し、曲自体も良質なもので、プレイを盛り上げるのに申し分ないものとなっている。意地悪な落とし穴がない。この手の上下方向に画面が動くアクションゲームだと、下への通路と思って飛び降りたら実は落とし穴で死亡というような問題が付きまとっていたが、今作は落ちると死ぬところは全てで、下が見えない穴は全て先への通路になっている。その際は魔法陣の演出もあり。ただし、ラスボス戦のみ落下すると即死する。賛否両論点。ロックマンとの酷似。説明通りロックマンとの共通点が非常に多い。ほとんどパクリに近い。システムはともかく、似せる必要がないはずの字キャラの顔までそっくりである。でもシーンとのギャップが激しい。また、後にパクリ元の姉妹作で用いられるボス戦前のアラートが存在する。ゲーム自体短め。オマージュ元と比べても、ステージのボリュームはさほどのものでもない。ボスの強さも低いものがおり、やや手応えに欠けるものが存在する。ただ、口述するように回復がないのでその意味では辛い面もある。ややハードに寄せたストーリー。ストーリーの中盤で影丸が、重傷を負い、生死の境をさまよう、またはヒロインが行為のようなものを、抱くようシーンがあったり、敵陣営のボスも単純な悪というわけではなく、人間に眠りを妨げられたことへの、報復という、現代社会の風刺的な描写があったりするなど、高年齢向けと思うような重い描写が、存在する。問題点。チェックポイントが極端に少ない。他のアクションゲームと比べると、死亡後に再開できる地点が少なく、ミス即ステージ頭から、ということが往々にしてある。ゲームオーバーになればなんと、ラウンドの最初まで戻される。このため、HP1 メモリ残機1つが、非常に貴重なシビアなゲーム性になっている。一応、ステージセレクトの裏技も、存在する。回復手段も少ない。ステージをクリアしてもダメージは、そのまま、しかも敵が回復アイテムを、落とす確率は低いので辛い。ただし、ボスを倒した後の全回復は、する。ボス、戦闘前にデータが表示されるのは、良いのだが、クラッシュしてやや見づらい。想像。グラフィックや既婚システムから、ロックマンの、類似品な、とよく言われる本作だが、実際にプレイしてみると多彩なデモシーンや、ひねりの効いたステージ構成など、全体的にロックマンと全然違う仕上がりになっていることがわかる。難易度こそ非常に高いが、作りは丁寧で高品質なゲームであると言えよう。余談。ぜひともプレイしてほしいと言いたいところであるが、現在はプレミア価格になっているため入手困難となっている。高峰の花である。しかも、ビッグ東海がゲーム事業から撤退したため、プロジェクト EGG、バーチャルコンソールでの配信が、困難である。海外は、クリオン、コンクエスト、の、タイトルで発売している。デモシーンのグラフィックが異なっていたり一部 BGM の、差し替えや地形の変更などがある。説明書の最後にハブットビインフォメーションと、題してビッグ東海製品を、紹介している。ゲームボーイソフト、ジェムジェム、や、周辺機器、ライトボーイ、の、ほか、発売中止となった FC ソフト、シードッグ、ローピー、の、宣伝が載っている。没グラフィックの一部には、実写取り組みのようなリアルなドロピーの、一枚絵が眠っている。特徴。ロックマンとよく似た要素が、多いアクションゲームである。ストーリーは西暦1999年、悪玉帝国が突如現れ、科学力で応戦するも、手も足も出ず世界は支配したの、危機に瀕していた。主人公ドロピーが悪玉帝国に立ち向かうというもの。ゲーマーの意見。消しゴム意見。ロックマンによく似ている。これは、この作品をプレイした時の、第一印象です。内容は、前後ステージ、3エリア、ラストステージ以外、構成の、ロックマン型アクション。プレイヤーは、ノーマル、ファイア、フリーズ、エルボール、シールド、ブルーム、空飛ぶ攻撃を駆使して先へ先へと進み、最奥のボスキャラを倒していきます。操作系統を見ると、十字キーで移動、十字キーでしゃがむ、A ボタンでジャンプ、B ボタンでショット、下のゲージが溜まるまで B ボタンを押し続けて離すとスーパーショット、ほうきに乗って十字キー B ボタンで、ほうきの移動、スタートボタンでウィンドウを開いて魔法を選択とロックマンに似ています。キャラの性能を含めて、使える魔法も、キャラのライフと引き換えで画面内の敵をすべて倒すファイア、敵の動きを止めるスーパーショットを放つフリーズ、キャラの斜め上に内壁に当たる塔で跳ね返り四角の敵を倒すエルボール、正面の攻撃を防ぐ盾を出すシールド、空飛ぶほうきと使い勝手が良いものが多く、特にエルボールとほうきの使用頻度がかなり高い。敵の動きも、プレイヤーキャラの四角の斜め上から突っ込む、通常弾で攻撃できない場所から弾を出し続ける、足場の端っこに陣取ると、理不尽と言えるほどえげつない上、回復アイテムがほとんど出ない、ほうきを使わないといけない場所や、酸素ゲージが0になるとミスになる水中ステージ等の難所も多い。そのため、評価は、悪い、よりの、普通、です。634意見。いわゆる萌えゲーの走りなのかもしれない、と思えそうな内容で、主人公は魔界から召喚された魔女で、その魔女がロボット軍団と戦うというシュールな内容です。しかし、面白さというものからはあまりにもかけ離れており、魔法を使って抜けていくにしても、トラップだらけで身動きが取れず、サクサク進めたものではなく、難易度の方は、どうにかならんのか、と突っ込んでしまいました。そういったキャラクターを無駄遣いしてしまった内容で、魅力的になりそうなキャラを、活かせなかったイメージがつきまとい、本作のゲーム性の悪さは、歯がゆいほどでした。ファミコン末期のギャルゲーというには、あまりにもゲームバランスが悪すぎましたし、特殊攻撃の魔法も使い勝手が良いとは言えず、伝説的クソゲーと呼ばれた、トランスフォーマーコンボイの、謎、の方がように楽しめたと言っても、オーバーではない内容だった感じです。まあ、ギャルゲーもキャラに走りすぎ、ゲーム性で大失敗を、こくことはままあるケースですが、そういった意味では本作は、お世辞にも合格点の基準を、満たしているとは言い難い内容だったことは確かであり、ファミコン末期を悪い意味で、象徴するゲームだったことは確かでした。カスタマー意見。ファミリーコンピューター用の、ソフトです。横スクロールのアクションゲームです。インターフェース、グラフィックなどは、カプコンのロックマンにとても、似ています。